どうも、吉高です。過ごしやすい日々が続いてましたけどね、急に冷え込みましたね。皆さん、体調管理にね、気をつけてお過ごしください。というわけでね、今回は愛知県大府市に来ています。東海道本線のね、大府共和館です。ここを来るのはね、久しぶりですね。今回はね、例の白補給運用にね、 EF510 型のトップナンバー1号機が入ったのでね、取りに来ました。でもね、だんだんと日の入りがね、早まっているんでね、ちょっとね、建物の影がね、心配なんですよね。 RF100-500mm レンズに R6 のボディを装着します。さあ、時刻は16時を回りました。日が傾き、かなり建物の影が伸び始めています。もう早く来てほしいとね、願うばかりですよ、本当に。さあ、そしてお目当ての側面にロゴマークがないトップナンバー機が白補給を従いやってきました。どうでしょうか。まあ、思ったよりもね、影が全然目立ってないですね。けどかなりギリギリだと思います。白補給もね、16両のフル編成で見応えある姿で良かったです。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もね、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。吉高でした。